ヨルダン川西岸地区にあるイスラエルの都市である。名称は赤い上り坂を意味するヘブライ語である。ヨルダン川西岸で最大のユダヤ人入植地で1976年から建設が始まる。2005年現在で3万2000人の人口を有する。エリコとエルサレムを結ぶ道でエリコの南西約1 0トルに位置する坂である。古い時代から商業道路として 重要な役割を果たしてきた。ユダ部族の創造口の北の境界の一部であり、ベニヤ民族の創造口の南の境界にある。ゲリロテの位置を確認するために、吉秋18時17分に登場している。ダビデの建設した都市の一つ。聖地エルサレムの東隣に隣接することから、イスラエルはこの地を戦略的要衝と位置づけ、 エルサレムとの統合の一環としての並行も視野に入れている。反イスラエル主義者からは2005年8月、当時のシャロン政権はガザからの全面撤退を実現させたが、そのことと反比例するかのようにマーレ・アドミームやアリエルといったヨルダン川西岸の主要入植地の規模は拡大されていると批判されているの地位については国際的にも 最終地位協定によるものとされているが、イスラム教の反ユダヤ主義運動が強く、交渉の見通しは立っていない。シャロンは、マーレ・アズミームの領有を、イスラエルが、未来永劫法事と宣言。シャロンの後を引き継いだエフード・オルメルトもこの政策を、基本的に踏襲している。ソーダストリームの工場が存在したが、2015年10月、BDS 運動家からの圧力により閉鎖された。 ありがとうございます。